み。敵は一人だけでええやろ。ランちゃんは話しや。あの声、まさか。母さん。のこのこ出てきてからに、私のことなんて別にどうでもええやろ。え？アホ！俺がいつそんなこと。待てよ。そうか。ああそうや。犯人追ってここへ来たら、たまたまお前らがおっただけや。なんやて？もうええ。どうなってもええわ。って言うとるけど、あんたどないする？レンちゃん、今や！えいやー！二人とも怪我してない？大丈夫よ。安心して。待ってね、すぐほどくから。クロ、危ない。あっ、パトリー大丈夫か。なに、このくらい平気や。またか。あたしが追う。母さん、あかん。なんでや。あたしだって立派に平次の手伝いくらい。アホ、誰がそんなこと頼んだんや。けどさっきかて、あのナオミとかいう姉ちゃんに負けとうない思て、自分一人で下水道に降りて、そのまま犯人に捕まってしもたんやろ。で結局探しに来たこの姉ちゃんまで危険な目に遭わせてしもたんやで。あの和葉ちゃんね、どうしても服部くんの力になりたかったのよ。それを分かってあげてね、お願い。ランちゃん、いや俺はただその和葉を危ない目に遭わせとうないだけなんや。平次、さあ外出ようか。ここに長居は無用やで。ん？何やこれ。こいつは麻酔薬の一種だ。なるほど、獅子崎はこいつで。ああ、多分他の二人もな。この匂いは。ああ、間違いない。お香でも整髪用でもない、もう一つのやつだ。こいつは、ええ手がかりになるかもしれんで。あの、それはそうとして、服部くん、さっきまたコナンくんのこと工藤って呼んでなかった？いや、あれは工藤やのうて、犯人が来るぞっちゅうたんや。なんだそうだったの。ごめんね。あぶねえ。おい服部、怒るなや。うまいことボケたやろ。ヒヤヒヤさせるぜ、ったく。セーブ、ちょっと待っててや。どのファイルがええんや。セーブするで。終わったで。さてと、
おっちゃんも拾ってきたし、これでみんな集まったんかいな。いや、一人やつが抜けてるぞ。もうこのナオミちゃんを置いてくだなんて、平次さんひどい。せやせや、この姉ちゃんもやったな。で、みんな揃ったけど、どうする？どうもこうもない。ここは俺の庭やで。今回はこの西の名探偵服部平次に任せてもらう。ええな。やっぱりそう来るか。せやけどここは大滝藩の報告待ちやな。ああ平ちゃん、飽きまへん。獅子崎は犯人の顔ほんまに見てなかったんですわ。まあそんなとこやろう思たわ。で、盗賊団の方は？それが互いに正体を隠していたんで、ようわからん言うてるそうや。つまり獅子崎からの手がかりはなしってことか。なーにかまへん。犯人がこの中におるっちゅうのは間違いないんやからな。へ、平ちゃん、それはまたどういうことでっか。犯人はな、俺らの動きを知ったから和原ネロたんや。いざという時、こっちを脅して動きを封じるつもりやったんやろな。となると今までに会った人の中に犯人がいると思って間違いないよね。なるほど。みんな待たせたな。おい坊主、みんな集めて何するつもりや。まさかここで犯人当てでもするつもりじゃないだろうね。ああ、そのまさかや。え？おい、あんた、この中に犯人がいるとでも言うのか。ま、そういうこっちゃ。ええか、犯人はサイコキラーなんかやない。それっぽく見えるもんを利用してこっちの目をごまかそうとしただけや。となると話は簡単。ズバリ犯人は鵜飼さん、あなたです。なぬ？たとえみんなを騙せたとしても、この毛利小五郎の目はごまかされませんぞ。ちょっと待ってくれ。何を根拠にそんな。おい工藤、はよあのいつものやつを。ああ任せろ。しまった、ピラニアの時に使っちまったんだ。なんやて。ああ、うるせえぞ。せっかくこの俺が推理を披露してるってのによ。ああ、すまんな。おい、どないするんや。おっちゃんまたデタラメな推理始めるで。くそ、こうなったらなんか蹴って気絶させるしか。気絶？あ、それや。あ？確か和葉にハンカチ借りたままやったな。こいつをハンカチに吹きつけてと。おっちゃん、えらい汗かいとるで。これで吹きやん。どう、そうか、すまんな。
なんだか眠気が。おい、おっちゃん。なんやて？気分が悪なったと。で、俺がそれを言えばいいんやな。ここにおる真犯人に向かって。なんやと？坊主、やっぱりこの中に犯人がおるっちゅうんか？ああ、そうや。盗んだ五拳銃を独り占めするためにまず魚住恵子を殺し、捜査を始めた俺たちと警察の裏をかいて次に取り撃む。そして和原を去ろうて獅子崎まで殺そうとしたんは。え？ちょっとどうして私まで見るのよ。